Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25 分。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間。拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩についていってみましょう。おはようございます、坂口拓司です。おはようございます、妙高院雅子です。この拓司と歩く25分はですね、リサーチなし、打ち合わせなし、台本なし、インタビューなし、グルメリポートなし、編集なし、反省会なし、予算なし、8つのなしでお送りをしております。皿倉山の山頂までケーブルカーとスロープカーで登って、下り楽をしようというふうに思いましたら、楽はできません。もうびっくりするほど結構時間かかっておりまして、そうですね、もう早速、はい、継承が見えてまいりました。天狗岩、苔むした巨岩が見えます。この大きな岩は太古の歴史を物語るようにゆったりと居座っています。昭和12年に完成した皿倉登山道の継承地として、当時の小学生によりまして15の地点が選ばれて、それぞれに石標が建立されましたっていう、はあ、天狗岩、どれ、あ、これか、大きな目の前の、大きいですね。10メーターって言わないんじゃないですか、これ。うわあ、これちゃんと木を刈り取ってパッと見られるようにすればいいのに。それから岩かえで、その下の方ですね、秋が深まる頃にこの付近はイロハモミジが群生して、秋を彩りますという、岩かえでね、岩の間から確かに木が伸びてますね。伸びて、そうか。だからこの辺りはだから普通の登山道を登ったり下ったりしても見ることができないところなんで、車道行く方がいいんだ。そうですよね。不思議なことも分かりましたね。登山道沿いにはないものですからね。皿倉山、標高622メートルのところから、降りておりまして、すでに7号6号と来ております、はい、あともうちょっとでありましょう、どれぐらいになるのかも分かりませんけれども、計らずもというか全然、これは想定外なんですけども、4周目の録音になっております。本来であればもう今三陸、ね、駅に到着の見通しでしたけど、3周目ぐらいで、2周下って、まあ、三陸の駅に着くんじゃないかなと思いましたけれども、まあね、想定外のことはいろいろ起こる問題ありまして、4周目でございますから、はい、下り編で言えば3周目になります。下ってくる方はあまりいらっしゃらない。おそらく登る方は、はい、徒歩で登る方は下りはケーブルカー、スロープカー利用でしょうから。そうですよね、はい、そうですね。いらっしゃいましたね。車道を登山されている方が、はい、お話ちょっとだけ聞きましょうか。おはようございます、 RKB 毎日でございます。下から登ってきてらっしゃるんですか。はい、いっぱいいらっしゃるでしょ。今日少ないから。あ、いやいや、結構いらっしゃいました。そうでしょ。ケーブルカースロープカー利用の方は、ああ向こうは知らん、向こうはあんまり行かない。あ、そうですか。もういつも歩いてらっしゃるんですか。はあ、山頂まで何分ぐらい。1時間10分ぐらいじゃないですか。ああ、健脚ですね。1時間10分ぐらいで。全然バテた感じしませんね。いや、今日はゆっくり花見なんですけど。ああ、なるほどね。どれぐらいのペースで。月2ぐらいですかね。月2ぐらい。パートもあるのね。ありがとうございました。すいません、失礼します。ありがとうございます。全然汗をかいた感じでもなく、ないし、もう爽やかな笑顔で顎を出してる感じもなく、ね、
あの若い頃は結構イケメンで、ね、泣かした口かもしれませんけども、ね、分かるでしょなんとなく、確かもうあのモテたおじいさんダンディでした。そう、そうでしょうね、あの中年太りもしてなくて、爽やかで、爽やかな、また笑顔が素敵な男性でしたね。接客業系かな、あるいは営業系かなっていう感じの方でありましたけど、表になった月に2回ほど登っていると。すごいですね、お一人でもう1時間ちょっとで登るっていう、すごいですね、私たちのこの下りとあまり変わらないぐらいですよね。いや多分ね、あの歩幅が違うんでしょうね。あ、前話したようにあのストライド走法とピッチ走法の違いがあって私は、まあ、はっきり言えば私たち足が短いっていう、ね、気が小さいから小股になるっていう歩数だけがどんどん伸びて距離は伸びないっていう、はい、そうですよね。1時間ちょっとっていう、1時間半はかかんないっていう風な感じの表情でしたからね。1時間10分ぐらいですねっていう、今日は花見がてら、花見を楽しんでるっていう、そうですね。あで汗全然かいてないっていうのが、そうですよね、大きなリュックを背負ってらっしゃるのに、そうですね、よほど負荷をかけた運動を若い頃にされていたか、例えば山登りで言えば今あるんでしょうか、そういう部活動は。ワンダーフォーゲル部とかありまして。何ですかワンダーフォーゲル部？ちょっとハードな登山なんです。はー、ね、ということはあの軽い登山じゃないもの、あの負荷をかけて、いやいや負荷をかけて登るっていう、ちゃんと重装備、そうですね、はい、だからキャンプ場とか利用するようなパターンではなくて、ちゃんと重い装備を背負って、あれ2、30キロあるんじゃないでしょうかね、女性でも男性でも。もう本格的な登山ですよ。そういう愛好家は昔はよくいたんですけれどもね、うわー上、あの上歩いてきたんだ今私たちが降りた場所が、自分で自分を褒めてあげたいです ね、 そうですね。あれ崖崩れとかあったら大変ですよ。本当だ、まあ、縁起でもない話をしますけれども、そうね、すごいね、結構下ってきてるんだっていうのを、うん、もうなんて言ったって6号目まで行きましたんで、まあ、あとはもう惰性で2号、3号ぐらいまで行けば麓までは着くんじゃないかな。ほら桜が、桜ソメイヨシノは植林しないと、だから、山桜は自生がありますけれども、はい、これはわざわざ植えてないと、ない、だからクローンの桜ですから、もうこれは近いですね、麓が近いっていうか居住スペースが近いっていうか、はいはい、そうか、なるほど、でかしたちょっと安心感がそうですね、この皿倉山っていうのは実はドーンと上にこう壁のようにそそり立ってる山だっていうのはよくわかりますね。私たちはただただ下るだけであります。ただただ負荷がかからずに、負荷がかからずに下ってるだけなんですけども、なぜかじんわり汗は出てるみたいで、もう先ほどの方に比べたら恥ずかしい。ね、私も、ね、こんにちは、こんにちは。ウグイスダニ、ウグイスダニですか、ここは、日本人に最も親しまれているホウホケキョとさえずる、時にはケキョケキョとさえずる ウグイスの美声が山にこだまするということで、うん、ウグイスダニというふうに名付けられた、昭和12年に完成した皿倉登山道の景勝地として当時の小学生が15の地点を選んでそれぞれに石碑を建てたという。ここはだから5合目、5合目山頂まで3キロの地点でウグイスダニ、昔あの昭和の時代ですけれども、はい、笑福亭鶴光さんという今も喋ってらっしゃいますけれども落語家がウグイス谷ミュージックホールっていうあのシングルをお出しになりまして、結構これヒットしたんですけど、知らないですね、知らないです、すいません、知らない話をしまして
てはでもきっと今共感されてる方がたくさん、ね、ラジオの前にいらっしゃるんですよ。落語家ですからね。そうですか。そうですね。何ですか、歌だったんですか。歌ですね、はい、はあ、それ歌詞が面白いですね。ちょっとギリギリ、坂口さん歌ってくださいよ。歌ったらジャスラック引っかかるんですかね。そうかそうかですね。ポッドキャスト、そうなんですよ、難しい面がありました、本当に著作権が、いやいや、はい、本当にね難しい。難しいっていうのはその放送コードがね、もう今厳しくなってますから、いろんな面で。そうですね。そうなんですよ。放送コードギリギリのなんかトークがお楽しみになりたい方は、はい、月曜夕方の2丁目お茶の間劇場もうちょっと踏み外したりしますけれども、音がめなしでやっておりますので、RKB ラジオの中の違い封建的な番組っていうふうに言われておりますけどもね、たまに気が向いたら聞いてください。無理強いはいたしません。今夜あるんですね、月曜日、まあ、そういうことですよ。私ね、もう月曜日朝は出るわ、ちょっと夕方出るわ、そうですよ、大忙しじゃないですか、大忙しじゃない、暇だからあるんですけどね。そうです。こちらは足を使うほど脳は若返り頑張ります。このポイントは出発点から3キロの地点です。全工程の 60% を上りました。あら、残りの工程頑張りましょうっていうことは、60% だから、今から、え、半分以上あるの。私たちは下る方だから、下ってますけど、あと6割あるわけですよ。これは今日はコース選定誤りましたね。ひょっとしたらこの皿倉山の下りは10周コースかもしれません。いや、そんな予感がしてます。そうですか。あの標識は見たくなかったですね。登山される方にとってはですね、そうそうそう、もう6割来たっていう。なるほどね。けど昔小学校の遠足の時に、はい、先生、いつになったら着くと?とかなんか言って、 あともうちょっともうちょっとって、嘘、ね、大人の嘘、あれをしたら嘘かもしれませんよ。標識は3キロ歩いてきたけれども、もうここでもう6割終わりですよっていうふうに、あれはひょっとしたらその大人の嘘の標識かもしれません。でもすごいですね、人間それでやっぱり気持ち的に頑張れますから。うん、そうですね、ちょっとと言われれば。そうなんですよ、はい、ここは何ですか、また標識石碑が出てまいりましたけれども、もう私初見でこれね読んでますから。何、スクネの松、この先200メートル先にスクネの松と呼ばれた大樹があった。今はもう枯れてしまって朽ち果てた株のみになっている。昭和12年に完成した皿倉登山道の景勝地として、当時の小学生により15のポイントが選ばれて、それぞれに石標が建立されたっていう。スクネの松、これ多分ね、昔だから石が建立されてるんですけれども、株が残っただけでも、うん、今のその判断の基準だったらこれ多分石碑は立ってないですよ。あ、枯れたんならいいんじゃないみたいな。そうか、うん、だから昔はいろいろ優しいですよね、それすらも、うん、朽ちて株だけになった大樹でも、宿根の松のことを石碑にして残そうよっていう小学生の思いに大人が応えたっていうことですよね。落石注意、しかも金属製の丈夫そうなネットがこう張り巡らされているエリアを今歩いておりますけれども、この黄色い看板はやっぱりビビりますね。と思ってね、そういうことがあったらいけないっていうふうに思いながら歩いておりますけれどさっきの6割の話、もう私も今頭の中でそれがね、巡っております。それやはり三陸駅からの話ですよね、きっと。じゃあどうでしょうね、登山道はもっと下からありましたから。お、ということは私たちが登山道っていう、信号あったじゃないですか、はい、車で来るときに、もうあそこから始まってるわけですよね。だからそうかなとか思いながら、けど1キロはなかったのよなっていうふうに思っておりまして、さあどうなるかですね、はい、まあウグイスが私たちを激励するかのように、さえずっているわけですけども、
すごいね、一生懸命泣くよね、けなげですよね、もうラブシーズンだから、誘ってるわけですけれども、はい、誘いが成就してないからずっと泣き続けてるわけで、あのね、なんか野鳥たちは私の若い頃を見るようです。理性でよくわかりません。いや、それはよくわかりませんけどね。たくさん泣いていらっしゃったんですね。よくわかりませんけどね。はい、またカーブが出てきました。カーブが出てきたらまた下ってるわけで、まあ、下りはするんですけども、早くなんかこう3号とか2号とかいう標識見たいね、どうなってるのって、あの道幅も気のせいかちょっと、車道の幅が広くなったように感じます。これセンターライン作ろうと思ったら引けるんじゃないみたいなぐらいの広さ、幅広な感じになりました。で、先ほどから時折あの妙子雅子の靴底が滑る感じの音が、スリップ音が静かに言ってた、あの、ね、なってたんですけど、聞こえてるかもしれませんけども、まあ、グリップ力がない靴を履いてるわけでもなく、あの路面が濡れてるんですよね。そうなんです、この落ち葉も随所随所に落ちてまして、そこに何度も私がずりずりっていう、はい、重たい体重で乗っかるもんですから。いやいや、そこはね、まあ言わぬが花かもしれません。あのずりっと投げました、これ足くじいたりする原因になりますんで、あのね、ある程度の年々になったら気をつけた方がいいっていう、はい、ちょっとそうですね、集中して、はい、私たちはもうあの小股でね、回転数でこう稼いでるタイプなんで、はい、仕方がないことかなのかもしれませんけれども、はい、ああ先ほどのねウグイス谷っていうふうに、はい、書かれた石碑のところを下ってきてますけれども、まあ本当にあの野鳥の宝庫ですよね、他にあの雑音もありませんから、野鳥の鳴き声を収録するご趣味の方がいらっしゃいまして、野鳥の観察の一つの分野みたいですけれども、いい録音状態で、マイクのセッティング、まあ、もちろんマイク の質の高さも、あるんですけれども、今デジタルの時代で、はい、いい具合でね、それは録音できるんですよ。録音されたものは何するんですか？だからご趣味で、お好きな方に配ったりっていう、ビジネスではなくて、ビジネスではない方が多いですね。不思議なことですね。いろんな趣味の方が、いらっしゃいますね。あのビジネスに結びつけたってる方もいらっしゃるでしょうけれども、あの鉄道愛好家もそういう方が多いですよね。そうですよね、本当に完全に本業を持ってらっしゃって、ご趣味がすごい豊かっていうパターンのね。あ、考えたらあのなんだっけ、天体観測もそうですよね。あ、そうですね、びっくりするほどのなんか天体望遠鏡をお持ちで、あら今度はできました、標識だるま岩、急峻な谷のほとばしる水を浴びて右手に大きな岩が見えます、どっしりと腰を据えたその姿に大きな感動を覚えますという、あ、目の前のあれでしょうね、水を浴びて10メートルほど、あ、確かにだるまさんが座っているように見えなくもないだるま岩、こういう景象が車道を上り下りしますと楽しむことができるという皿倉山であります。あ、すごい、これはでもケーブルカーを作るのも大変だったでしょうね。そうだね、すごいことですよね、山を切り開いて。だから最初のきっかけは、まだ五市合併の前ですから、五市合併ってあのお若い方は、分からないかもしれませんが、北九州は門司、小倉、若松、八幡、戸畑が合併したんですね、昭和38年1963年、五市が合併して、で、九州で初めての政令指定都市北九州市っていうのが誕生したわけですけれど、その前の八幡市の市政40周年の記念の事業だったわけで、八幡市の時に、そうなんですよ、作られたんだ。また見えてきました、はい、二巡りの松、五合目花尾別れと呼ばれ登山道の分岐点である、
初代は枝ぶりの良い松が地蔵堂の後ろにあったが、虫の害で枯れて、現在は2代目の松が植樹され、心を癒してくれていますという。昭和12年に完成した皿倉登山道の景勝地として、当時の小学生により15の地点が選ばれて、石標が建立されたという。見巡りの松。皿倉山のここは4号目。降りてきました。降りてきましたね。はい。蝶もね、この辺りはキアゲハが名物ですか。4月に春型が出現し、夏型が大型となって6月から7月に見られて年3回の発生と思われると。日当たりの良い草地の上を飛び回り、蜜を求めて草花を、訪ねるが、山頂に飛んできて土地を占有する習性が強いと。低地で栽培をしている人参、パセリなど、山中では各種のセリ科の植物を食べていると。キアゲハ、これは分かりますね、はい、キアゲハは私でもパッと確認することができると思います、はい、4号目ですよ。4号目なんか近くなってきた感じがしますね。多分ね3号ぐらいじゃなかったかなと思う。3号くらい、もうちょっとですよ、確かにちょっと隙間から見える景色がなんか近くなってきましたもんね、うん、そうですね、住宅地に近づいている感じしますよね、けどこれ下りは楽に見えて実は踏ん張ってますから、はい、いやもう私ふくらはぎとか、すねとか、すねが今私もピキピキなってますよ。あ、ピキピキなってますか。もうすでに。そうですか、弁慶の泣きどころと言われた、ね、きっともう、そうですか、はい、明日あたり、明日あたりがもうピークになるんじゃなかろうかと。マッサージに行くほどはないんでしょ、ね、そうですね、もうギリギリ、はい、今もうすねの方があれ不思議なもんでね、ちょっと張りがあったりしますと、そこのパーツがこう頭の中にこうイメージされますからね、意識するっていうか。そうですね、坂口さん大丈夫ですか。大丈夫です、もうなんてことないですね。風呂入ったらよくわからない、ジムの習慣がまた、いやいやもうね、心がけですよ、庶民はね、とにかく歩く大切ですね、あれ、はい、では発表します、はい、歩数が2129歩、2129、はい、はい、そして 1.31 キロ距離歩いて下っております。はい、そして78キロカロリーですか、はい、今週も消費カロリー数は伸びないんですけれども、歩数は結構伸びております。拓司と歩く25分皿倉山のケーブルカー編、4週目ですけれども5週目に続きます。歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab Music Trivia you can use starting tomorrow. Kay, do you know Aerosmith? Of course I knowDo you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What?
Regular distribution every Monday and Thursday, and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.